おいっすー、スバル君久しぶりー。神さん僕が小6の時に一回お世話になってるんです。そう、ご一緒させてもらってるんです。神木くんが小学6年生で僕は中学3年生の時に一度ね、はい、あのドラえもんの映画で、はい、うん、のび太の恐竜2006っていう、2代目のピースケの役で、あ、ジャイアントピースケ、はい、でその現場の中で年が近かったんです。多分十何年ぶり、16年ぶりぐらい、そんな感じ全然してなかったですね。いやただ、もうね、神木くんがなんかコミュニケーションお化けというか、はい、あのそれは褒めてるんですよ。コミュ力モンスターコミュ力モンスターいや、あの本当に僕は一応ね16年ぶりで、でやっぱ中学生の頃から比べて、まあ、大人になりましたので、ね、久々にお会いするっていうんで、はいはい、ちょっとこう緊張もして、うん、神木さんと、神木さんご無沙汰しております、はい、おはようございます、そんな感じでっていう感じで行こうと思って、扉を開け、おはようございますって言ったら、神木くんはおいっすー、スバル君久しぶり16年ぶりで体温変わってねと思ってそれはね、中では、うん、僕はね、その当時のスバル君の記憶から止まってるから、うん、あ、そうなんだ。まあ、テレビとかで、うん、アニメとかでは、うん、もう、はい、常日頃から一緒にいる感覚であるんですけど、実際ねお話しするのはその時から止まってますから、うん、なんか、リュウちゃんみたいな、あ、スバル君みたいな感じの関係性だったから、なんか、おい久しぶりリュウちゃんって来てくれるかと思ったら、あ、神さん業界はね、業界お久しぶりです、よろしくお願いします、大人になっちゃったなちょっとと思ってジャイアンなのに、でもうわーと思って俺が最初に、うん、スバルくんって言っちゃって、その後ですよ、先行高校ですよ、高校です、よろしくお願いします、それちょっと寂しいですね、うわうわうわと思って、びっくりしちゃいますね